郡山市万代熱海温泉の旅館ホテル花の湯今日から再開された県民割プラスを利用し多くの宿泊客が訪れるはずでしたが期待しておりましたけどもやはりあのライフラインですね東北新幹線のやはり全線開通が まだ見通しが立っておりませんのでそういったところの部分がやっぱり大きいのかなというふうに感じておりますそのため初日の利用客は去年と比べておよそ半分以下に対象エリアが拡大され青森を除く東北と新潟が加わりましたが県外の予約はまだ20件に満たない状況です ワクチン接種の3回目以上というやはり制限がございますのでやはりそういったところがあのハードルになっているのではないかなというふうに考えております最大1万円が割引となる県民割プラスを利用するにはワクチンの接種証明か陰性証明書を提示する必要がありますが県民割の内容についてお客様自身も まだご理解いただいてないような状況のお問い合わせが多いものですからやはりそういったところをもっと内容について情報発信をしていただきたいなというふうに感じておりますその中で今日、グランドオープンを迎えたのがコロナ禍を見据えた新たな客室です。 新しくできたシングルルームは広々としたデスクやワーケーション向けのチャーが置かれていてビジネス利用者にも最適な造りとなっています温泉地などで休暇を楽しみながら仕事をするワーケーション需要を取り込もうとデスク周りのスペースを充実させるなど部屋をリニューアル一方ラウンジやダイニングは団体客にも対応できる造りとなっていて 幅広いい層をターゲットにしています生き延びていくためには、やはり個人のお客様に対しての商品価値を、やっぱり付加価値としての商品価値を提供するということが、今、求められているのではないかなというふうに考えております。